バグダードの戦い、あるいは、バグダット包囲戦は、1258年に、チンギスハーンの孫にあたるフレグ率いるモンゴル軍が、アッパース町のバグダードを包囲した戦いである。モンゴル軍によって攻略されたバグダードは、徹底的に破壊され、市内に存在していた知恵の館や数々の図書館に、収蔵されていた何十万冊もの大量の学術書は、 モンゴル軍によって燃やされるか、または川に捨てられた。これによってイスラム文明が築いた多くの文化遺産が地上から消失した。現在のイラクの首都にあたるバグダードは当時アッバース町第37代カリフのムスタースイムが統治するアッバース町の首都であった。最盛期のこの町は東西交易の中心地として繁栄を極め、 産業革命以前の世界最大の都市となり、100万を超える居住者と6万の盛況な軍隊を誇った。しかし、1200年代半ば頃にはその力と影響力は衰えていた。そうした時期、1253年頃より、チンギスカンの孫にして、時のカーンモン家の弟であったフレグを先鋒とする、モンゴル帝国の大規模な生成が始まることとなる。 フレグと各官が率いるモンゴル軍は1257年11月にバグダードを行為した。フレグはモンゴル軍史上最大規模の軍隊を率いていたとされる。モンケの命令に基づき、全モンゴル軍の10分の1の兵士がフレグの軍に編成された。攻撃部隊には大規模なキリスト教徒の派遣団がいた。主なキリスト教徒軍はグルジア人だったようで。 彼らは破壊活動に従事した。フランスの歴史家、アラン・デュ・マルジェによると、アンティオキア公国からのフランク人部隊も参戦していた。中国人の銃の専門家1000名も加わっていた。フレグは、ムスター・スイムに降伏を要求したが、ムスター・スイムは、バグダードを攻撃すれば、アラーの復讐を受けることになろうと警告して、降伏を拒否した。にもかかわらず、ムスター・スイムは、 軍隊の増強やバグダードの城壁の強化をしていなかった。イギリスの中東戦士かデビッド・ニコルは次のように述べている。ススム,ムスタースイムは戦争の準備を怠っただけでなくフレグの要求に従わなかったことでバグダードの破滅を決定づけてしまった。もしムスタースイムがモンゴルのハーンの権威を認めていたならばモンケはムスタースイムの命を取りはしなかっただろう。 14世紀のペルシャで描かれたフレグ軍による行為の様子バグダード包囲攻撃の前、イラン高原の山岳地域を根拠地としていたニザール派の教主フルシャーが基準したことによって多くの山城が海上もしくはモンゴル軍の包囲攻撃によって陥落し難航不落を謳われていた中心的拠点のアラムト城塞もモンゴル軍に引き渡されたことでほぼ無力化されてしまっていた。 アラムートが陥落し、ついでアッパース町の攻略に取り掛かったフレグは、ハマダーン経由でバグダードへ精神、諸将に命じて、道中のザグロス山脈周辺の諸勢力の攻略も合わせていった。フレグは、チグリス川の付近でグムを東西に分割した。アッパース町軍は、西岸から攻撃するモンゴル軍は撃退したが、東岸からの攻撃に耐えられなかった。 モンゴル軍はアッパース長軍の後方の堤防を破壊し、水攻めを行い、アッパース長軍の多くはなすすべなく虐殺されるか、歴史した。各艦の命令で、モンゴル軍の中国人部隊が柵と溝を建築し、工場兵器とカタパルトでバグダードを包囲した。攻撃は1月29日に開始された。モンゴル軍の攻撃は包囲攻撃の理論通りに、 迅速に行われ、2月5日、バグダードの城壁は、モンゴル軍に破られた。ムスタースイムは、フレグと交渉しようと試みたが、時すでに遅く、拒絶された。かつてバグダードにはマンスールが気づいた、高フ不落の炎上があった。しかし、サマラに戦闘した時に放棄され、サマラからバグダードへ再度戦闘した頃には、荒廃していた。そこで、アッバース朝は、 チグリス川の東岸に新たにカリフの宮殿と市街地の城壁を作り直した。しかしこれによってチグリス川東岸から襲来する勢力からの圧力を直に受けやすくなりカリフ権力の弱体化に拍車をかけまたバグダードが容易に攻略された原因になったと言われている。2月10日ついにアッパース町は降伏。モンゴル軍は2月13日に バグダードに流れ込み、それから一週間にわたって、虐殺、強姦、略奪、破壊を繰り広げた。多くの歴史的記述が、モンゴル軍の残虐行為を衝述している。バグダードの市民は、逃げようとしたが、モンゴル軍に捕らえられ、女は、幼児から老婆に至るまで、徹底的に強姦され、子供から老人に至るまで、ことごとく虐殺された。 14世紀の歴史家ワッサーフは死者は数十万人であったと記述している。ニューヨーカー氏のヤン・フレイザーは20万人から100万人に及ぶ死者を計上したと記している。20万から80万人、また200万人とするものもある。15世紀のフランスで描かれた遊兵されるムスタースイムのヨースモンゴル軍は市街を蹂躙し、モスク、宮殿、図書館、 病院を略奪、破壊し尽くし、何世代にもわたって保たれていた壮大な建築物は消失した。薬学から天文学にまで及ぶ、歴史的に貴重な書物を所蔵していた、バグダードの知恵の館は破壊された。モンゴル軍によって虐殺された人の地でチグリス川は赤くなり、次に捨てられた書物のインクでチグリス川の水が黒くなったと、生存者は証言した。 ムスタースイムは各官に捕らえられ、モンゴル軍による市民の虐殺と財宝の略奪の様子を見せつけられた。その後ムスタースイムは敷物に巻かれ、モンゴル軍の軍馬に踏み殺された。これは鬼人に死を賜る時のモンゴル流の礼儀であった。モンゴル軍は、ムスタースイムの子供たちも殺害、終始によれば、唯一生き残った息子はモンゴルに送られた。 モンゴル軍が陣地をわざわざバグダードの風上に移動するほど大量の死体から発する腐敗臭が凄まじかったという。モンゴル軍は降伏を拒否した都市は見せしめのために徹底的に破壊したが降伏した都市は破壊しなかった。これはモンゴル軍の戦術だった。その後、モンゴル軍はシリアに侵攻するが、ムスタースイムの王子をカリフとして擁立した。 エジプトのマムルーク朝を相手に1260年のアインジャールートの戦いで大敗。そのまま中東から撤退した。ありがとうございます。